デジタルカーブで降りました。スタビライザー、フロントバンパーはやっぱりピボットがいいかな。ジャパンカップも気づけば2週間後ということで、今回はデジタルカーブの対策としてピボットバンパーを作っていきます。タミヤ公式ガイドブックにもピボットバンパーの作り方は載っていますが、それを真似したところで特に面白くもないので、過去にも投稿したことのある T スプリングピボットバンパーを搭載していきたいと思います。これはね、見た目だけでもかっこいい。まずはシャーシをバンパーカットしていきます。 AR シャーシだとちょうどここにくぼみのようなものがあるので、ここを基準にまっすぐカットしていきます。ヤスリで整えて、はい、このように加工が仕上がりましたら、ピボットさせるバンパーとして、はい、こちら X シャーシ用の強化プレート19ミリローラーを取り付けるので、こちらを使用していきます。この穴を支点として考えているので、あまりプレートが近いとローラーとタイヤが干渉するので、逆付けにしてみてフロント方向へ少し出してみます。ピボットの起点が決まりましたので、こちらの2つの穴を 2.5 ミリのドリルで拡張して、 VS シャーシやスーパー2シャーシにありますハトメを接着していきます。ちなみにですが、模型店によくあります 3G というものを僕は使用してます。スティックタイプになってまして、とても使いやすいです。それでは接着が済みましたら、プレートを半分に切ります。はい、これでピボットするイメージをつかんだところで、続いてはこのピボットバンパー定位置に置いておくにはどうしたらいいか、そこで使用するパーツとして MS シャーシマルチブレーキセット、もしくはディアスキットローラーセット、別にこれ中身一緒だよね、のこのパーツをさらにこの位置で切ったものを穴を 2mm 系のドリルで開けたところ、ピボットバンパーのこの穴に下からソラビスを通してロックナットで留めます。少しゆとりがあるといいでしょう。加工が済んだら、今度はここに下からビスを伸ばして AO パーツシャフトストッパー、これを入れます。最後にこの隙間に入れる肝心要のスプリング、これをメタル軸受けで挟んで、プラスチック製2段ローラーに入ってますネジ加工が途中ないこのビスを通してあげることで、はい、これで T スプリングピボットバンパー完成です。ちょっと動き渋いかな、思ってたよりも押し出す力が強いので、ビスやスプリングを短くして調整してみましょう。それではローラーを取り付けます。はい、アルミローラーをダブルにしてフェンスの食いつきを良くするようにしてみました。長めに伸ばしたビスにバンパーカットで切った端材、こちらを形を整えてあげて、スタビヘッドとして付けたところ、意外とかっこいいじゃん。ではボディを付けたところで、改めて T スプリングピボットバンパーの完成です。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、
ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。